はい、消費者。はい、どうもこんにちは、田中月です。この新 T シャツを紹介したいと思います。今回の T シャツはですね、じゃじゃん、ホットとついておりますね。そしてアットマーク南京ペッパーと書いてあるんですけど、このホットは何をイメージしたんでしょうか。TikTok の TikTok のあの某 SNS アプリのホットをイメージして作りました。山本でした。謎いな。はい、まあそんな感じで企画の方やっていきたいと思います。似合うね。今からルナにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。その名も、もしも、はーちゃんがなんと実はかなりねえ、もしもはーちゃんがかなりヤバい人だったらほらつまんなって。山本優奈にドッキリ仕掛けるんでしょ。山本優奈が今つまんなって言ったけど、どうしたら、どうしたら。ひまわりコンビなんです。頭がひまわりです。お揃いです。今日は肉フェスです。頑張ります。お肉をたくさん食べるぞ。えいえいおー